40オーブピッチ40。はい、ということで羽田空港やぞ。おはようございます。早すぎんねんって。お前まだお前7時やぞ。よく来てくれました、ありがとうございます。しかも俺、はい、昨日プロ野球ニュース終わりなんやけど。知ってます。出てないんだけど。どこ行く、どこ行く、なんなん。だいぶ顔眠そうっすね。はい、いきなり来てってなんなん。パスポート持って来てくださりました。パスポート、はい、持ってきてるよ。ナイスっす、うん、ナイスって。だってそれはお前だってここだって第3ターミナルやぞ。はい、もうこれ渡しますわ。これ見てもらっていいですか。台北って書いてる。以前未来の選手を発掘すると、うん、ドラフト候補生を動画出した、覚えてますね。うん、覚えて、もちろん。たくさんの依頼がありまして。そうなん。はい、そこからなんと、うん、台湾から依頼があったんですよ。台湾マジで。ついに海外。海外です。進出。進出。佐々木チャンネル、はい、台湾からあった、はい、台湾でですね、うん、すごい選手がいると。インド。その方がですね、うん、今も台湾で、うん、待ってるらしいんですよ。そうなの、はい、俺に見に来てほしいって。そうなんです。受けてほしいって、はい、マジで、はい、で、今日台湾、はい、今から行こう。行きます。弾丸です。うん、だから、一泊二日やもんな。はい、二日間開けといてって言われただけだったけど。そうなんです。ふざけんなよ。三泊四日とかで行こうぜ、お前台湾。一泊二日やで。まあ、もう弾丸で詰め込んで、うん、行こう。行きます。今から、はい、いいで、飛ぶ。飛びましょう。おい、なあ、ここここですよ。やっと来ました。着きましたよ。台北遠かったですね。台湾台北遠かったな。遠かったですね。中山棒球場、はい、綺麗だね。綺麗だ。ここの球場にですね、うんうん、台湾の台湾、うん、もしくはメジャー、うん、それから WBC の可能性のある選手たちがですね、うん、だってアンダー18とかの選手もいるらしいじゃん。いるんですよ。まあ、もうやっぱアジアの野球普及やろ、これから日本だけじゃなくて。そうなんです。行こうよ行こうよ。じゃあ早速行きましょう、うん、あ、こんにちは。こんにちは。すいません、今日お願いします。台湾。そうです。逸材がいるんですか。めちゃくちゃいます。で、僕の新企画を見て、はい、YouTube で動画全部見出してもらいまして。本当ですか。あれ見た時、まあこれやとバババババって送らせてもらいました。熱量一番高かったですか。めちゃくちゃ長文送りました。めちゃくちゃ長文送って、もう本当マジでと嘘やと思ったんですけど、はい、全部用意してくださってこの企画が成立しました。しかも未来のメジャーリーガー予備軍いるらしいじゃないですか今。しかもアンダーの、そうですね、アンダー18の高速3人入ってて、はい、で7月台湾ドラフトあるんですけど、はい、まあ、3人以内入る子もいるんですか。今日はいるので。いや、それは楽しみやな。日本飛び越えたな。はい、いや、本当にね、台湾野球レベル高いですから、うん、それを肌で感じていただこうと、うん、もちろんもうご存知だと思うんですけど。しかもね、はい、俺も台湾の選手たちと一緒にプレーもね、外野もいるし、はい、あと対戦相手でもね、ロッテの宗さんいるから、宗さんに俺教えてもらってるから。ね、ということで今日第一日、はい、こっちの選手たちですよね。そうです、はい、あ、お願いします。全員でかい、俺より。こう未来の、そうです、うん、もうアンダー18入る子もいますし、でも台湾のドラフトかかるような子もいるので、うん、今日全員ご指導お願いできればと思います。なんとか台湾の力になれたらと思います。僕もぜひ台湾の力になれたと思うんで。いや、はい、じゃあ今日一日よろしくお願いします。こちらこそお願いします。お願いします。お願いします。おー、グッペッチ。
若干突っ立ち気味で上半身の力だけで投げてるだけだから、それでもいい球で来てるんですけど、なんかもったいないんですよね。だからもうちょっと下半身のバランスもうまく使えて投げた方がもうちょっと楽にいい球投げれると思うんですよ。あとキャッチャーの手前でもっとストレートがクッと伸びてくるあるんで、バランスがうまく使えて踏み込んでくれれば、ストレートスピードはもっと速くなるんじゃないかな。そうそうそう、今の今のあのちょっと指導してみて後になると全くうるさいですね。フォームも変わったし躍動感も全然変わってきて、この下半身のね踏み込みと、まあ、体の開きが抑えられてね、非常に球の出所も見づらくなってめちゃくちゃいい感じになったんで、これ続けてもらえるとね良くなってくると思うんでね、うん、そう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 、おお、ボッペッチ。今のタイミングっす。おお。手元の伸びがね、やっぱ良くなってきてるからね。おお、グッペッチ。いい感じだね。感じはどうですかっていう。丢起来可以让一样是往前，不会是就到一半就卡住。カットボールとチェンジアップ一球ずつしか投げてないんですけど、変化球の時にいい感じの間が途中でたまるんですよ。だから変化球の時のフォームのバランスは、ストレートは若干力がガッてくるんですけど、変化球の時一瞬間ができるんですごいタイミングいいんで、変化球のタイミングのようにストレートで腕振れればもっとバランス良くなってます。像你觉得今天的感想是，今天就是很谢谢那个李奇杰来台湾，然后指导我们，然后跟我讲身体上的运用，然后让我的上半身不会那么的出力，然后让我的力量可以是往前的。接下来目标就是继续精进自己的技术，然后还有自己的身体素质，然后。未来的话，就是希望自己可以在中华职棒，然后是站上一军，然后当个最强的本土先发。さあ、二人目ね。リーチリー選手、お、早くない早くない球、ヤクルトの小顔みたいな投げ方のちょっとライアンっぽい、38チェンジ、21。まあ、気になった点はね、若干上体反りすぎて腕が離れていくっていうところがね、ちょっと気になったかなので、このね、体上体反るのだけねなくなれば、こうもっとね力がボールに伝わると思うし。超うまカット気味めっちゃいいよ、うん、変化球もあんま抜けなくなってくるからね、
そう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 今の今の思いっきり引っ掛けるみたいに投げてって言ってみて変化球もうアウトコースにワンパンするぐらいに。うん、今のちょっと言っただけですごい変わるからね。ほらいい感じ。それが最今のが最高。それでもワンパンしないんですから。ちょっとすぐできるからいいよね。言ってもね。うん。もう大丈夫。38。オッケー、グッピッチ。だからホームの感じだとあのヤクルトにいる小川っていうやつによく似てるから、そいつの、あの試合のピッチングとか見ててイメージを作るとそのホームのバランスが一緒だからいいかもしれないです。だからあの投げだと多分チェンジアップとかめっちゃいい感じで投げれると思うんで、まあ、習得するのも一つの手だと思うんですけど。今練習してます、ね。だから多分いい感じで投げれると思うんで、チェンジアップも離れたら投げれないんでそこだけ気をつけて。いや、グッピッチ。之前学到很多，就是学到一些重心的平衡啊、稳定度跟如何增进控球，还有一些球质的那个增加球质的方法。真的很感谢教练，就是希望这一年可以再让自己的球技稳定，然后可以到外国去发展。日本の球団でどこに入りたいですか？阪神。阪神入ります。期待しています。おー、ピッチ40言うことないぐらいめっちゃいいっす。